ちのチャンネル。あ、こばちのこばちのいいいい、あ、ボケロングさん来てくれた、こばちのよろしくお願いします。お、ラスラライライシアライシアチューブさん、ミスターライシアチューブ、あ、こんばんちのこんちはさん、こんばんちの。今日はこの棒読みちゃんがなんとなく聞こえたあたりからみんななんとなく気づいてると思うんですけど、今日は VR 系のゲームをやっていこうと思いますね、なんとなくこうわかるなったかな、VR 系だと、あと、あ、こんばんちの小野さん、こんばんちの、よろしくお願いします。はい、そう、そのね、VR 系だと目元が隠れてしまってみんなのコメントが読めないので、棒読みちゃんを使ってコメントをね読んで音声でコミュニケーション取れるようにしていこうっていう風にやってるので、なんとなくね、棒読みちゃんが聞こえた瞬間、あ、今日これやるかなみたいなのは想像つくかと思います。はい、2月14日ぶりにVR やりますので、なんとかなんとかセンサーがおかしくならないようにだけ願いつつやっていこうと思いますんで、よろしくお願いします。はい、おう、あ、そらさん、あ、こんばんちの、よろしくお願いします。今日はちょっと宇宙っぽいゲームもう何回もやってるゲームあれですね、ビートセイバーをやろうと思います。あ、地球防具スーツありがとうございます。これいいでしょ、超かっこいいのそう、かっこいいので、背景が宇宙っぽいビートセイバーをこれでやったらかっこいいんじゃないかっていうのを思いついてしまったので、ちょっと今日やろうと思います。で、ちょっとお待ちください。後方カメラをセッティングいたしますね。いつもかわいい、こまちの、こまちの、ちょっと待ってね、大丈夫そうかな。じゃあ行きます、ゴー、ほいあ、こまちの、あ、レイブンさん、こまちの、あ、ハンペンさん、あ、品川区さん、ハンペンさんになってる、こまちのめちゃさん、あ、本当にありがとう。あ、こまもかっこいい。ありがとうございます。これかっこいいよね。ね、ちょっと頑張っちゃいましたよ。これ奮発して買っちゃいました。絶対みんな喜ぶと思ったから。はい。あ、可愛いセクシー小町のさ、ダンボーラーさんありがとうございます。おー、レブンさんもポケロングさんも後方やばい。あ、ごめんねごめんね。後ろは出さないようにしてるんだけど、ちょっとどうしてもみんなのこうスタート具合を見ながら、コメントの集まり具合を見ながらやっていこうかなと思ってるので、スタートね、動画のスタートやっていこうと思って、どうしてもね本体の録画機能が途中止まったりするから、なんかあれなんだよね容量のこともあって、ちょっと可能な限りいいところだ、いいとこ取りで撮影したいっていうのがありまして、申し訳ございません。はい、いやいやいや、おー、品川福さんも来てくれたし、ちょっと賑わってまいりました、ありがとうございますいやー、こまちの、はい、ではそろそろやっていこうかな。ちょっと緊張する2月14日あまりみんなの前で楽しくできなかったから緊張するよよいしょ、ちょっと待ってね、2杯実は履いてるんだよいしょよいしょ、あ、ヒックさん来てくれた、こまちの、こまち、あれこれ違うニーソかな、なんか同じ幅のニーソだと思ったけど、なんか全然上がり方が違う、ちょっとこっちを戻すはい、行きます、おい、ではでは、ビートセーバーあ、左手ちょっと暴れないように、ちょっとみんな祈っててください、みんなの応援パワーで暴れるかどうかが決まりますから、頑張れ頑張れって言ってくださいプリキュア頑張れって感じで言ってください、よろしくお願いしますはい、ではちょっと、おいしょ、まずは頑張れ、左手頑張れありがとう、そらさん左手頑張ってほしい、ぜひ、よし、今日はビートセーバーでかっこよくゲームしていくぞ、お、見えるぞ、お、なんかちょっと暴れ気味な感じがするな左手頑張れよいしょ、ちょっとイヤホンつけないといけないから、ほい、で、これで
ここに行って合わせる、合いました。はい、それで暴れるくん左手暴れるくん、はい、ではちょっとなんか大丈夫そうな感じ、よし、暴れ気味な感じは見られませんでした。ではゲーム画面の方に移っていこうと思います。せーの、スタート。映った？みんな、あ、映った、よかった。はい、どうでしょうか、どうかな、来てる、来てる、ゲーム画面なんかパッと見た感じないんだけど、みんなあれ真っ暗じゃない？かっこいい、かっこいい、あれ真っ暗だね、なんでだ、あれ私にはね真っ暗じゃないよ、真っ暗じゃないの、あれなんでだ、なんでだ、ちょっと待って、車キーが反映されてない可能性が非常に高いちょっと待ってくださいね。じゃあできたので、ちょっと待って、お水飲みたいお水飲みたい、おいしいはい、ではでは、ついにゲームの画面に移ろうと思います。おいおいっちょ、次センサーが狂ったりしてやば。あー、こんちゃんさん優しい、ありがとうあー、みんな優しい、おかえりって言ってくれるし、もう本当ありがとうみんなの広い心がないとこんな生配信できないよね。はい、行きます、ガッシャン。本当に本当みんな優しくないとこのゆるさじゃ続けらんないよ、こんだけねゆるいからさやりたいことはさ、なんか結構いろいろあるんだけどね。なんちゅう格好しとんねんなんちゅう格好しとんねん。これは、宇宙連邦軍風レオタードというというか、そういう風に呼ばれている衣装でして、でその衣装を着て今からやるビートセーバーをやると宇宙空間で何か戦っているような感じに見えるので、ガンダム風なんじゃないかなといった目論みがあります。以上、はい、ではいきますね、ゲーム画面に参ります。せーの、スタート。どうだ、買った、あ、買った、よかったはい、ではでは、ちょっと次はセンサーよーし、行くぞお、お持ちの戦士ね、巨尻選手もお持ちのですよ。ちょっとニーソが下がり気味なただちょっと他の女の子より
いいっすね、ありがとうございますありがとうございます、ボケロングさん。はぁ、ちょっとただ普通の能力にニーソが下がりやすいだけなのニーソが下がりやすいだけなの。どうしよう、右なんかね、私の体というか普通の女の子みんなそうなのかなあのね、私の太ももだけじゃないと思う。みんな女の子の太もも、特にもっちり系の女の子の太ももはあれだな、あの結構可愛いですよ、ありがとうございますよよし、こうやろう。ちょっとお尻の方にこうやってコードを沿わせてね、こうやる方がね邪魔じゃないんだって、コードのさばき的に。ねえねえ、そうニーソがねくるくるなっちゃうんですよ、もうほんと。でね、しかもね、左いい調子なのに右がダメとかね、両方いい調子の日はない素晴らしい、ありがとうございますあ、そうなの、これね透過されてる黄色なんだけど、あの赤を黄色白で構成されてるあのレオタードなんだけど、なぜかね黄色がねもう透けちゃってんだよね、なんか黄緑判定されてるっぽい。じゃあちょっとね、この前の続き、あのキャンペーンっていうモードのゲームをやっていこうと思います。イエイイエイ。でね、この前は、7A までやったので次 7B までね、あとでちょっとどれぐらいのスピードで進めるかわからないんですけど、10までやっていこうかなと思います。なので 7B どんなもんなんですかね。スコアが9万いけばね本当にならいいけどちょっと待って、なんか微妙に滲んでいる気がする。あ、これぐらいだ、これぐらい、これぐらいの、なんかね結構ね目にめっちゃ近くないと滲んじゃうんだよね、ちょっと、うん、はい、参ります。なんか滲んでる感じするけども仕方ないか。はい、行きます。これでプレイします。せーの、プレイ。いっ、お、これはどこから切ってもいいモードじゃない。
と 7B なので8ですね。8が 8A と 8B が開きましたね。じゃあ 8A いってみます。スコア12万5000、いけるか。私次のスコア何だったっけ。何だっけ。はい、いってみるか。順番だ順番。あ、ちょっと早いやつだ。わかんないけど私でもかっこいいとかさ感じればいいんだよね。うん、ドントシンクフィールだ。じゃあ次 8B 調子乗っていっちゃいましょうかね。いくよー、ゴー。あ、 B 系の曲だ。なにこれ、コンボが50って何、コンボが50ってことは50回連続正解しなきゃいけないのかな。楽勝かな。ゴーゴーいけるかな。じゃあいくよ、やるしかない。プリッ、あ、消えるやつだ、ノートルだ。消えるやつ難しい。
っか。あ、間違えたかも。見逃さなかったぞ。ここ辺に左ってやつ。あ、ごめん。調子乗ってね、今後来すぎたわ。ごめん。ちょっとね、ポケロビスさん。ありがとう。パチパチなのかな。パチパチパチ。ありがとう。ありがとう。こっちさんありがとう。おめでとう。ありがとう。汗、顔にめっちゃかくな。これまつげがこうガラスにめっちゃつく。モニターにめっちゃまつげくっつく。すごい邪魔。じゃあとりあえず行くよ。どんどん行っちゃえ。本当だよ。曇りそう。もう、え、ちょっと待って、ミスがマックス1って怖くない？で、スコアが1万2000以上いかなきゃいけないの？大丈夫か、これ。怖いけど、やるしかない。行ってみよう。だってさ、これ、あ、でもこれクリアし、すれば、まあこれは開くのか。なるほどね。え、でもさ、9、9、10、11?11 個しかないんだ。11個しかないんだ。しようこれね。12万点だった。1万2000点って言ったけど、ちょっと待って、めっちゃ汗かいたから曇ってきた。レンズめっちゃ曇ってきた。こんぐらいかな。はい、行くで。レッツチャレンジや。よし、両手にしっかり握った状態でプレイゴー。絶対ミスしてたもん私5回ぐらい。
だ。いや嬉しい嬉しい。ありがとう、空気読んでくれて感謝ですわ。オッケーやったで。忖度してる。忖度。にゃ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 。忖度ビートセーバー。スコア10万はちょろいっしょ。忖度ビートセーバーだよ本当に。忖度ビートセーバー。ちょっと待って、ニーソがやばい、こっちのさ右側のさ。ニーソの調子がね、右がね、もうねダメだこれ、今日はね右がダメな日だ。膝上ぐらいで許してくれ。こっち合わせるから。ごめんなさい。あのね、私白ニーソがね、白ニーソっていうかね、采配が好きなんですよ。采配白ニーソってここまでで、白ニーソニーソックスってここまで、ニーハイか、ニーハイはここまでなんです。ニーよりハイなのでニーハイで、采配っていうのがここまでなんです。犠牲にしてまいりました。そうでね、このね采配っていう丈の靴下が好きなんですけど、それってあんま売ってなくって、靴下屋さんでも、だからあのネットとかで買うしか、キャー左か、左がレーサーになってる。そうなんですけど、そうなのよ、もう今日一日仕事頑張ってんのこれだからね、多分疲れてんだよ、ニーソ入ってないけど仕事中。そうで、そのさ白采配がなかなかないわけで、なんかこだわりもあったりしてね、ここまでのがいいよね本当に。だからさ、そういうのがいいんだけど、なかなかね売ってないからネットで買うんだけどね。ね、采配がいいよねやっぱりね。采配がいいよ、采配が。そうだからさ、でなんかここのゴムの幅が広い方があのくるくるなりにくかったりずり落ちにくかったりするから、そういうのがよくてとか、うん、ね、采配がいいよね、もう本当にそれがいいんだけどさ、もうなんかあんま売ってないし、すごい困ってんだよねちょっと。でアマゾンの欲しいものリストに入れたらいいじゃんって言われたこともあるんだけど、あのアマゾンが発、あと商品を、販売発送してるものじゃないといけないんですよ、私が欲しいものリストに載せれるやつで。おねえねえ。もうだからちょっとね、いろいろ制限があってなかなかね、そう結構高いんだよ、しかもそれで千何歩するしさ、困っちゃったよね。ということで QB いきます。たまんない。ありがとう。じゃ10万絶対いけるっしょ。あっ、後ろはね見せらんないのよ、後ろ見たかったらね、私の支援サイトのファンボックスメトリオにね入っていただいたら絶対見れますから。いっぱいお話ししててごめんね、なんか頑張る、ありがとう。おめでとう、本当に
もっとできたはずですよ。お、なんか銀色のもらえた。なんだろう。みんなには見えてんのかな。うん、パチパチパチかな。ありがとうございます。うえい。できたー。10、やっと。てかもう早いな、10。カップ見えてる。ああ、よかった。なんかね、優勝カップみたいなのもらった。今日だけで2つもらいました。イエイイエイ。で、こちらの10。もうね、目標にしてた10がね、あっという間に到達してしまいました。なんだなんだ。今何時なんだ ?8 分か。全然だな。もう巧妙な罠が来るからね。そうそうそう。あ、そうそうそう。控えめのちっちゃいカップがね、銀だの、銅なの、出てくんのよ。でちょっととりあえず15までに目標またアップしていきましょうか。よー、目標が高いことはいいことだ。はい、10ね、サクサクだ。もうこの前がほんと嘘みたい、バレンタインの日がね。で、この曲好きなやつ、バッドカッツがマックス8、ミスはマックス0。ふーん、バッドカッツとミスはまた別なんだ。なるほどね。じゃあ大丈夫かな。いや、結構あるぞ、私絶対。8はあるぞ。あー、まあやる。頑張るしかない。むずくない？ありがとう、平さん。あ、今日ゆっくりのやつなのね。あ、そういうことか。まあ、ゆっくりだからね。よいしょ。よいしょ。ちょっとパチパチパチ。わらわら。よいしょ。ちょっとさっきのはちょっと真剣にやったからお尻がくっちゃう。よし、頑張りましょう。ねえ、ちょっと、真顔になっちゃうからさ、静かにやっちゃうからさ、よくない。おしゃべりしながらやりたい。そ
ごいありがとう。これはどうなんだい。マズムーブメントが650メートルじゃないといけない。どういうこと。あれかな、腕の動きをいっぱい出さなきゃダメか。パチパチパチ、ありがとう腕の動きいっぱいすればいいってことかな。なんかそんな感じだね。650メートルも動かすのこれ頑張るわ私いくよ、ネクストチャレンジ。あ、なんだなんだ、ニューオブジェクティブ。 In this mission your goal is to move your hands enough to travel the ありがとう。なんて言ってるかわかんないけど、やってみたらわかるでしょう。Go。 あ、本当だ。本当にメートルで出てる。こうやっていっぱい動かせばいいのか。
けどやったらわかるやろ。え、どういうこと？どういうこと？逆ってどういうこと？あ、そういうこと。めっちゃ動かしたじゃん私。じゃちっちゃくやればいいのね。めっちゃ動かしちゃったわ。不利だわよこれ。
待ってめっちゃむずくないこれめっちゃむずくない。あ、じゃあ逆に、あー逆にじゃあ次のやつとかめっちゃ難しいんじゃない。え、どうやってやりゃいいんだこれじゃあ最後これやってできなかったら考えようね、これきついね、結構難しいね。動く方が得意だわやっぱ。
えてるわここもう難しいなどうしよう。でもさこれさどっちかでもクリアしないと先行けないんだよね。でもちょっとこの曲面白かったからもう一回やってみよう。両方2回ずつやってるからね。そういうこと？あ、そういうことか。失敗したら増えんの？できるようになんないとね。こうなんだろうね、どうやって節約するんだろうね、これ以上のもの。だって最後の方なんかさ散らばっちゃって、なんかもうこんな感じになったら、あもうね分かんなくなっちゃったよなんか面白いのないかな。90ってなんだ、なんだろう、これはこれなんだ、ワンセイバー。ああなるほどね、あなるほどね。これは何でもノーノーアロー。これ、あ、これ？これはね、曲のリストです。だからね、あの、今までソロっていうモードで、ただただゲーム、この曲をやってみるっていうモードをやってたんですけど、その時、一番最初の方やってたのは、このソロの SOT Vol.1 っていうのをやってたんですけど、
ね、あのここでいろいろ選べるんですよ。こういうのもね、曲も結構違うの。そういうのもやってみようか見たい結構ね、このテンポが速いのが私好きなんで、これ結構なんだろう、キラキラ系、あのパフュームみたいな、ね、あ、これだこれだ、この海賊みたいなやつバイキングね。それ、あ、それどれ、これこれ、じゃあここ、とりあえず今日やってみようか。とりあえずハードでやってみましょうね。ハードな、エクスパートでできるんだよね。これこれ、じゃあこれやってみよう。とりあえずハードで、これできたらエクスパートでやってみるよ。じゃあいくよ。おおしゃれ曲だ、おしゃれソング。あ、間違えた。
の。めっちゃ難しい。もうなんか
からこんな感じだもん。じゃあこれちょっとやっていきます。あめちゃむず、厳しいなこれ。あ、これの数でさ、なんとなくさ忙しさわかんじゃない？これ620で、これボル1だとさ、何なんだ196とかだもん。可愛いです。これだってもうなんか3倍以上あるもんだこれ。じゃあちょっとノーマルやってみよっかね。Go play。なるよね。やりました。
すごい。ねえ、ハードにするとさ、ノーマルだ。ねえ。あ、本当？グーやったー。ちょっとじゃあこのセット、なんとかセット、あ、本当にマジか。じゃあもうこれで終わりにしよっかね。ちょっとお話タイムにしよう。思ったよりガッツリやっちゃった。いや、じゃあちょっとゲームの画面から、ハロー、おう、ハロー、ちょっとお待ち、お待ち、ちょっとお待ちください。じゃあちょっと待ってね。3番、ひー、変わった、あー、変わった、ちょっと待って、髪の毛びちゃびちゃ、あー、髪の毛、おかえり、あー、髪の毛、ぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃ。お疲れ様。もうここヘルメットのとこに肩ついちゃった。かわいい、ありがとう、何でも褒めてくれるの嬉しいよ。もう14日戻った、ありがとう。ちょっと待って、髪の毛めっちゃ跳ねてる。ぐしゃぐしゃ、濡れて、めっちゃ濡れてるよ。もうだってやってたらさ、鼻の先から水がこうポチョンって落ちるんだもん。あー、めっちゃ汗かいたよ。前髪もちゃんとさ、いつも生配信する前にアイロンかけたりとか、アイロンかけたり。濡れてる濡れてる。もうアイロンしたりとかしてさ、ちゃんとしてるんだけど。あ、レイブンさんありがとう。いい汗かいた。で、若干溜まってる、イッチさん。結構汗かいたよ。見えるかな、ここがね、ちょっと。ここがちょっとね、汗じみになってる。今週末、2月23日の生配信じゃない、2月23日にある、肉感 .com での撮影会で初出しする衣装なので、ぜひ、最後の一枠があるのかな。そちらの予約もまだできますんで、ぜひ、生のこの衣装。ありがとうございます。そう、この衣装のね、いいところはまだ、生配信では見せられてないので、ぜひ見てほしいなと思います。いいい。あーあっちすごい。あ、岩巻さんありがとうございます。水とろ、水飲もうね。ちょっと緑茶、ふう、お茶。ポケロングさん、運動量すごかったよ、本当。めっちゃ汗かいたわ。あ、日曜日、あ、こんちゃんさん来てくれるの、本当嬉しい。軽量カップ、あ、軽量カップ出ました。はい、軽量カップで飲むのは美味しいよ。無印のやつです。いいぞこれ、マグカップにもなるし、軽量カップにもなる。あ、美しい、ありがとうございます。ポケロングさんね、こちゃんさん会えるの嬉しいな、ありがとうございます。あと、残り1枠しかね、空いてないので、ぜひ気になる方はご予約くださいね。私のツイッターとか、あ、そうだな、支援サイト見たらわかるかな。あ、私のです、ひくさんありがとう。めっちゃ今日も踊りました。でもなんか最後にやったモードというか、曲のセットなのかな、ちょっとなんか早いやつ。五感の飲みっぷりありがとうございます。そう、あれね、結構ね、かっこいい曲っていうか、早いのが多くて面白そうですね。その分難しそうだったけど。あー、マドさんありがとう。汗かいてね、かいちゃいました、いっぱい。ちょっとあー、飲んだー。
ごちそうさまでした。あ、消えてる。マグカップ消えちゃうんだ、こうやったら。こうやった方がいいのかな。こう、こう、こうやった方が見える。あ、こうやった方が、あの、ここも透けなくていいのかな。何なんだろう、どうなのかちょっと分かんないや。はい、ちょっと待ってくださいね。ねえ、いっぱい汗かいた。みんなもやってみて。あ、なるほどね、そういうことか。ちょっとまだこれ映ってるかな。待って、電源落ちてるんですけど。今日頑張ったのに。ちょっと、ちょっと、なんなのよ。今日頑張ったのに、ちょっとショック。なんかさ、撮り始めよう。あ、マジか、マジか。すぐストレージがいっぱいになっちゃう。ちょっと待って。うん、早くみんなに公開していかないと、ストレージが。今回めっちゃ頑張ったのに、あー、いつからダメだったんだ。ショック。後方カメラが途中までしか撮れなかった。すぐ現場になりそう。こっちゃんさんやってみて、楽しいから。あの、なんかイージーとかさ、あのノーマルからやるといいよ。そう、あー、せっかく支援サイトのやつ、まあでもね、途中までは映ってるので多分大丈夫。あの、みんなに早く見てほしいなと思います。早くやりたい。どうだったかな、私自分自身があの VR の背景に溶け込んでるかどうかとかってあまり見れてなかったんですけど、あの、この衣装と、あの、ビートセーバーの宇宙っぽい、あの、背景、結構ヤマトじゃない、ついね、なんかね、ヤマトって言っちゃうんだけど。あの、なんだっけ、地球連邦軍っぽい感じかなって思うけど、どうなんだろう。合ってた。 ありがとうございます。私の思惑通りですね。よかった、嬉しい。そうなので、ちょっといろいろね。なんかね、 VR やるとね、なんかしら不具合があるな。今日は右の太ももが微妙だったし。あ、衣装待ってた。あ、本当に嬉しい、ありがとうございます。そう言って欲しくてね、あの、宇宙っぽい感じのビートセーバーと合わせたんですよ。うん、ねえ、映えそうだよね、ボケロングさん。あ、本当にゲーム。嬉しい、こんちゃんさん。あー、なるほどね、いいですね。あ、 I wish I could understand you。 あなたを分かりたいってことかな。あー、ありがとうございます。 Thank you very much。 その気持ちだけでも私嬉しいよ。あ、 iPhone が今手元にない、違うところに置いてる。あ、高橋さん、ありがとうございます。いろんなイベント情報ね、イベント情報がですね、今ちょっとね、わかんないな。ですね、2月のイベントはですね、今週の日曜日の撮影会、肉感 .com 撮影会というのがありまして、そちらに参加させていただきます。あ、ミストライフハッカー、ももピーチピーチ。ピーチピーチ。そう、あの、2月23日日曜日、撮影会がございます。あ、岩さん、あ、ありがとう。岩さんって言っちゃった。岩さん、ありがとうございます。嬉しい。私のツイッターなどね、見ていただけるとね、あの、今のところ決まってる予定とかが、あの、書き出して固定ツイートとしてありますので、ぜひそちらご覧くださいませ。他にもツイッターでね、あの、リツイート とかしてみんなに見やすいようにいろいろしてますので、ぜひ参加してくれると嬉しいです。残りあと1枠になってますので、私の撮影会ぜひぜひ興味ある方はご参加くださいませ。こちらの衣装も、あの、今まで見てた画面の中の衣装の私も、あの、実際に生で見て、あ、田舎だから行けないけどライブ楽しい、 ありがとうございます。いいんだよ、気にしないで。でもね、あの、大阪だったりとか、あの、名古屋だったりとか、なかなか行けない、会えないよっていう人もいたりすると思うので、
そういう方のためにもいろんなイベントに参加して大阪とかで撮影会開いたりとか。あ、8年残念だった。コスエクね、でもその日付が近いその翌週にあるコスロムコンプレックス大阪のイベントにもね最近出るようにしていて、で大阪の方にもねぜひ私のお尻を見てほしいと思って参加してるので、ちょっとね関西だったり西日本の方にもぜひ会いに来てくれると嬉しいなと思ってます。こんちゃんさんなんてね関東済みかと思いきや意外とね遠方から毎回来てくれてるからね。そう、ありがとうございます。いつも感謝してます。あ、東北だから行けないよ。あ、そっか、東北か。東北だとね、うん、東北だとなかなかねイベントが少ないんですよね。なんか西の方がねイベントが多くって、そうね、なんかねできたらいいんですけどね。ファンボックスとかペイトリオンの支援者さんが何百人とかになったらこういうことしたいとか。あ、コスロムコンプレックス参加予定ですよ。あれ書いてなかったっけ、書きますコスロムコンプレックス参加してます。でもしかしたらそこで撮影会もするかもしれないけど、ちょっと期間が短いな募集期間が短いからちょっとどうしようか迷い中です。ちょっと早めに話しないとなせっかく参加するならね撮影会とかもできたらいいよねそうそう、コロナが心配なんですよ。コロナはね、コロナの関係で3月8日の、コスエクスプレスっていうイベントが中止になってしまったんです。で、次回が11月。そう。あ、忙しい。そうかな。私的にはね、まだ全然余裕な忙しさ、多忙度で、むしろなんか暇なんじゃないかなと思いながら、間に生配信も挟むんだけどね。うん、いろいろ思ったり。そうなんだよね。そう。意外とね、私的には大丈夫ぐらい。本当に？なんでだろう？あれあれ、巨尻女子もお持ちのであるはずなんだけどなあ、でもね、あれはね送ってない、まだサークルカット、やばいまあでも実際どうなんだろう、イベントはね結構自粛するようにって感じで政府からなんかの、あ、そうなんだ。あ、じゃあ頑張っていきますよ私頑張っていきますよ私ね。もし撮影会あったら参加しますかね。なんか4枠だけとか、午前中昼から夕方ぐらいまでぐらいだったらさ、できるかもしれないからやらなくはないかなって感じではありますが悩み中でございます。悩ましいまたちょっと考えてみますので、もし興味ある方ぜひ参加の予定を立ててくれると嬉しいです。3月14、15あたりですかな、撮影会やるかなって感じですので、ぜひぜひよろしくお願いします。撮影会コスラムコンプレックス参加します。ツイッター見れば私の正しい情報が出てきますので、ぜひ見てください。ミスラーズ発刊、ストフェス、ストフェスってなんだっけ。ストフェス私まだねチェックしてないんだよね。面白いイベントなら行きたい。なんかコスプレイベントだとね、あんまりコスプレあんましないっていうか全然しないから私はレイヤーじゃないんですよね。だからそう、ストフェスってなんだろう。でもね、なんか聞いたことある聞いたことあるぞあ、ミスターライフハッカー、あ、エニーブラザーズズオーシスターズ、あ、I have one sister good morning good morning、 あ、スター、ミスタースターシューター X good morning、 おはちのおはちのジャパニーズ、おはようございます。ももちのずおはちの、mean is good morning good morning ミスター、スターシューター X コスプレイベント、あ、コスプレイベントか、やっぱりな、そっち系だと思ったそう、コスプレイベントね、なんかあんまりね興味ないというか、もともとコスプレしないからね、あんまり分かんなくてね。でもなんかいろいろふういろいろ持ってたらね、また楽しそうって思っていくようになるかもしれないんだけどね、なかなか衣装の方にはねこういう系の、なんだろう、競泳水着とかばっかりにお金かけちゃってるからあんまりね、レイヤー的な感じの使い方ができてないんだよねね、今ね、床をね、床材を買ってリフォームをちょっとしようと思ってるところがあって
日本橋ストリートフェスタというものらしい。ああそうなんだ、ポケロンさんありがとう。なんかでもね、そういうところでライゾちゃんやってもね、みんなに見てもらえるかもしれないですよね。うん、ぜひぜひ、なんかせっかく頑張った衣装だから見てほしいよね。あ、そっか、でも中止だよね。でもね、次回というかまた開催するときはね、ねえ、なんかね、なんか コミケの隣でやってるトナコスとかもありますよね。今来た、あ、ナスナスさん、もう終わっちゃうよ。でもお休みって一緒にしようね。ミスターライフハッカー、Could you show your ear to the camera?Lear to the camera. You see, you used to do that then. You said good morning and hello. どういう意味だ。残念、残念、ごめんね。ごめんね。ね、コミケは危ういけどね、今んとこね、全然ね、中止という方向性はね、聞いてない。これもしかしたら大丈夫かもしれない。ね、もうこれ。あ、ありがとう、ライザちゃんね、頑張って作ったから。でもウエストのさ、あの試験管とか作ってたのに持ってくの忘れちゃったんだよね。あ、小野さんありがとう、嬉しい。メスターライフハッカーさんはなんて言ってるんだろう。ちょっと今携帯がないからね、できないんだよね。調べらんないんだよね。誰か訳してくれ。この訳詞が終わったらそろそろお休みって言うから。あ、お返事してくれてる。ツイッターフォローします。あ、ありがとうございます。ありがとう、ナスナスさん、また来ます。あ、ありがとう。忙しいのにみんな来てくれてありがとうございます。花金でね、金曜日で忙しかったのにね。で、土日出勤の人もいるだろうからね。ソラさん、なんていう会話をしてるんだ。あ、キュート、お席バリマーチ。ローズさん、ローズさん、ミスターローズ、席バリマーチ。うん、まあ。なんていう話をしてるんだ。じゃあちょっと、ソラさんがお話をしてくれたので大丈夫なのかな。ちょっとね。The foot gate from the camera behind あ、behind cam あ、be seen on the あ、なるほどね。後ろの後方カメラはどこで見れますか。支援サイトのペイトリオンとかで見れるよっていう感じですかね。ありがとう、ソラさん、言ってくれて、なんとなく把握しました。嬉しい。ちょっとね、あの今回ちょっと途中までかもしれないけど、多分大丈夫でしょう。だって、あ、私は重大なミスを犯していることを気づいた。ゴミ箱に移動したけど完全そうショックやしてなかったんだった、今までの動画。そこだ、そこだ、くそ。忘れてた。なんか2段階だか忘れちゃってたよ。まあでも、こちらの反省を生かして次回の生配信だったりとか、ビハインドカムの、撮影に生かしていこうと思いますんで、ぜひぜひこれからも見てくれると嬉しいです。そして支援サイトで応援してくれるともっともっと嬉しいです。よろしくお願いします。アボケノグさん、残念。でもね、あの全部映ってないわけじゃないからちょっと確認してみますので、ぜひちょっと期待を胸に、あの諦めないでって感じで過ごしてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。みんなね、インフルエンザだったりとか、まあなんかコロナウイルスだったりとか、いろいろ心配なことあると思うんですけど、基本的に私たちができる予防策としては、もう粛々と手洗い、うがい、マスクの着用とか、あ、また次あるから、そうそう、あの別にね、あの今日が最後じゃないから、あのまたリベンジマッチということで、この衣装でまたビートセーバーやってもいいしね。そうだからね、あの私たちができることはもう手洗い、うがい、マスクの着用とか、あの一般的なね、あのインフルエンザとかの風邪予防しかできないですから、どんな状況になってもね。あとはもう家から出ないなんてことできないわけですよ。なのでやっぱり働かなきゃいけないしね。ということで、もうあの本当に、栄養をつけて休息して、疲れをためない、ストレスをためないで、予防、感染予防もするっていう感じで、もう体をね、大事に大事にしていくしかないので、なんとか生き延びましょうね。ね、あの土日ね、お仕事があって大変な人もいると思うけど、肩の力抜いてゆるっと生きてください。よろしくお願いします。じゃあそろそろ時間が過ぎてしまいました。日付も変わったので、そろそろお休みなさいです。ね、
本当だよ、あのマスクを取ってから手洗いしてからうがいですよ。順番間違えないで。マスクにはウイルスとかあのホコリとか汚れがいっぱいついてるので、汚いものを排除してあとは綺麗になるだけってなった状態でまず手を洗って、手を洗った状態で手が綺麗な時にうがいをしてください。あ、グナイミスターシュターシュター X そうそう、お前ら今までどんだけ手洗ってなかったんだよって話だよっていう話だよね。なんかもうさ、別に私怒ったりはしてないけど、やっぱりさ、手洗いうがいとかさ、なんかアルコール消毒とかマスクがなくなるぐらいさ、ちゃんとさ、あの一般的な感染予防をしてればこんだけインフルエンザって下がってるんじゃんっていうことでしょ。要はだから、あのこれはもう今回の件が起きる以前からもうそうならなくてはいけなかったし、これからもそれぐらいの予防レベルでやっていかなきゃいけないってことなんですよ多分もう、あ、上条さん、あ、昔から手洗いがしてる、あ、えらい、さすがでございます、えらいえらい、よち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 、いい子いい子そう、でもね、大事なんだよ手洗いうがいは。何より手洗いうがい、マスクなんてね、なかったらなかったでね、本当にね、あの顔とか触らないようにしてるだけのようなもんだから、だからもう何より手洗いうがいです、ね、大事大事。もうだからね、あの疑わしきと思ったら手きれいにして、もうこまめに手きれいにして、30分に1回手きれいにして、ただ手が荒れないようにハンドクリームとかも塗ったりして、手を大事にしてあげてくださいね。自分の体を大事にしてくださいね。はい。で、そんなこと言ってると時間が過ぎて睡眠不足になって免疫力下がっちゃうから、そろそろみんなを寝かしつけましょう。了解です。あ、レイブンさん、了解です。ありがとうございます。うん。そうそう。あ、サンキューフォー、あ、ザティープ。ありがとう。ヒクさんおやすみなさい、あ、上条さんありがとうございます、おやすみなさい、今日も楽しかった、ありがとう、おやすみちな、ボケログさんありがとう、つくさんかもしれない、あ、こんばんちにつくさん来てくれた、忙しいのにおやすみちなありがとう。あ、そしてミスターライフハッカー、サンキューバリマッチ、あ、ソロ、ミスターソロさんサンキューバリマッチあ、おやすみももちの、またね、ありがとうありがとうございます。ではでは皆さんおやすみなさいです。またね、次の生配信は月曜日です。ちょっと日付が分かんない、24かなあ、ありがとうございます。今日もね、私も楽しかったです。上条さんありがとうございます、こっちゃさんありがとうございます。ちょっとね、もじょもじょする、あー、おやすみちのはい、では次、NEXT YouTube LIVE IS February 24、あ、おやすみなさい、祝日チュン、ありがとう、チュンかわいいおはらさんありがとうございます、ボケロコさんありがとう、そろそろさんもありがとうございます。あー、そしてね、なんだっけ、24日がですね、ちょっと撮影が別件で入ってますので、もしかしたらちょっと遅れちゃう、またはできない可能性もありますが、まあちょっと皆さん希望を持っていただいて、祝日だし、ぜひみんなにも会いたいと思ってるので、なので一応予定としましては24日祝日に生配信予定、 NEXT YouTube LIVE の予定が February 24 って感じでお待ちいただけると嬉しいです。マンデーですね。はい、ではでは皆さんおやすみなさいの時間ですよ。じゃあね、バイバイ、おやすみなさい、グッナイ、バイバイ。あ、生温かく待っててあ、お疲れ様でした。あ、そうだ、一応この衣装でバイバイ、こんな感じ、ね、一応スタイルを見せつける感じでではではみんなおやすみなさい、バイバイ。あ、引きの絵見たい？いいよ。じゃあ全身で、よいしょ。おいしょ。変態さん変態さんってあの変態さんかな？私知ってる。知り合いに変態さんいるんだよね。はい、どうでしょう？どうかな？こんな感じ。ちょっと2杯あげたい。ちょっと。かわいい。ありがとう。あー、こんな感じです。いい。よいよいよいありがとうございます
こんなのがね生でね目の前で見れますよ、生配信。お、かわいい、おやすみちの、おやすみちの、じゃあみんなおやすみなさいです、バイバーイ、うん、まあ、バイ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 、おー、うん、あ、ありがとうございます、こちらこそ、あ、かわいい、ありがとう、おやすみなさい、こちゃん、さずらさん、バイバイ、うん、